皆さんこんこにちはでですすえーとですね今回のお話なんですけどバリ島で eSIM を使ってみて分かったことこういうテーマでねちょっとお話をしたいと思います。海外旅行でバリ島に来られた時ですね自分のスマホを使いたい。 これね、あの、バリ島で、自分の日本のスマホを使う方法、いろいろあるんですね。で、一番安くて簡単な方法っていうのは、現地 SIM を使うことです。現地で SIM カードを購入して、それをスマホに入れ替えるんですけどね。カードを入れ替えるとかね、あるいはまた、入れ替えたり入れ替えたら、今度ね、開通作業とか設定とかあるんで、結構めんどくさいんですね。それで、現今ですね、非常に注目されているのが、海外旅行用に使える eSIM というやつなんです。 であの先日、実はそのイーシムの会社でありますトリファ様からですね、ちょっと案件をいただきました。はい、私もね、一発のユーチューバーになったんで、結構案件いただくことあるんですけどね、まあ、このね、案件をいただいて、その中でですね、そのトリファ様のイーシムをちょっと安いやつをねいただいたんで、実際使ってみました。 で、えー、今回その実際にですね、eSIM を使ってみて良かった点とか悪かった点、これをね、本当忖度なく、あの、情報公開、皆様にお伝えしていこうと思います。で、これからバリ島などね、海外旅行に、えー、行かれる方、なんか eSIM って聞いたけど、実際海外旅行で使えるのどうなのこういうね、疑問に、 対してですね、この動画を見ていただければ結構役に立つんじゃないかなと思います。それとですね、この動画の最後にとてもお得な情報もありますので、どうぞ最後までこの動画ご視聴ください。はい、それでは早速本題の方に入りましょう。まずですね、最初に E シムって何ってことからお話をしたいと思います。いや、もう E シム知ってるよ、俺使ったことあるよって方はね、まあ、飛ばしていただいて結構なんですけどね。で、E シムって っていうことは何だということをお話しするんですけどまず SIM カードっていうものを、ね、聞かれたことあると思いますで SIM カードっていうのはあの電話番号とか利,利用者のデータが記録された IC チップですでこのカードがないとスマホの通信はできませんじゃあそのカードどこにあるったらスマホの中にもう,こう入っちゃってるんですねでですの普段から、ね、このカードをこう持ち歩く っていうこととはあんままないと思い思すでこの SIM カードなんですけど、入れ替えることによって通信会社を変えることができるんです。例えばドコモを使ってました、でもその SIM カードを抜いて、今度は au の SIM カードを入れたら、今度 au のとして使うことができるわけなんですね。で、あの実はこの日本で使っている SIM カードっていうのはね、バリ島では使えないんですよ。っていうのはドコモであろうが、 au であるが i ソフトバンクであるがその電波バリまで来てないんでねそのためにバリ島でスマホを使いたいってなったらあの現地の SIM カードあるいはアマゾンで売ってる海外 SIM カードと入れ替えをしなくてはいけませんで、あのー、今回話題になってますこの eSIM っていうのはじゃあなんだと言ったらもうスマホに内蔵されてる SIM のことなんですね で、内蔵されてるんで、カードのようにこう抜き差しってことはできないんですけど、あの、このカードのデータをダウンロードして、書き換えることによって、SIM カードを入れ替えたとと同じようなね、通信会社とか通信ネットワークを切り替えることができるんですね。つまり、大変便利なバーチャル SIM ということなんでね、ちょっとその点を覚えておいてください。 はい。では、いよいよ、あのー、eSIM のいい点悪い点なんですけど、まず、いい点からちょっとお話をしていきたいと思います。はい。まず、一つ目はね、この SIM の切り替えがめちゃくちゃ便利なんですよ。で、先ほども言ったように、例えば、バリ島に来ました、日本のドコモだとか au の SIM カードって、入れていても全然県外になって使えませんので、現地の SIM とかと入れ替える。つまりね、SIM の入れ替えっていうのをしなきゃならないんです。 で、チームカードすごい小さいんで、結構めんどくさいんですよ。で、たまにこう入れ替え用紙でしてポロって落としちゃって、あれどっか落としちゃったとか、ああ、あります。特にね、私らのように年寄りになってくると目が悪いんでね、あれどこ行っちゃったかなってことがあるって、あのー、困っちゃうと。 あ、それとですね、あと、当然入れ替えるんでね、これまで入っていたシムカードっていうのは取っとかなきゃいけないんです。つまり日本に帰った後またそれ使わなきゃいけないんでね。ところが、取っといたはずなのにどっか行っちゃったと。日本に帰ってあれ、日本のシムカードがないってね、これね、結構多いそうなんですよ。で、ところが E シムっていうのはね、データの書き換えだけなんで、カード自体のこう抜き差しっていうのはしなくて便利なんです。だから、落としたり、なくしたりすることがないと。これは大変便利かと思います。 そして2つ目、ネットワークの切り替えがワンタッチなんですね。eSIM というのは先ほど言ったようにカードを入れ替えるという必要はないんですけどネットワークの切り替えというのをしなきゃいけないんです。でこれで、ね、すごいあの簡単なんですよ。でただ、その事前にスマホの設定変更というのをしなきゃいけないんです。ただ、このスマホの設定変更というかこれ自体はもうバリトに来る前つまり日本にいる間にできちゃうんですね。ですのでこういう設定変更は日本でやっといて。 で、バリ島に着いたらネットワーク切り替え。これもね。スマホの設定ポンポンってやるだけで簡単にできちゃいますんでね。もうすぐ。 あの、利用ができるんですよ。つまり、あの、現地 SIM だと、例えば飛行機着きました、空港で入管とか税関やります。その後にやっと SIM カードの売店行って、SIM カードください行ってやっと使えるようになりますね。ところが、今言ったように ESIM ってのはもう事前に日本で全部設定できますんで、飛行機着きました、ポーン、シートベルトサイン消えました、どうぞ飛行機降りてください。もうその時にネットワーク切り替えしちゃったら、その時点でもう使えるんですよ。 で,すので飛行機着いたら例えばお迎えのお友達とか、ね、あるいは旅行会社のガイドさんとか待ってますねすぐ連絡して今飛行機着きましたこれから入館ですとかねあちょっと入館時間かかってますとかそういう連絡がすぐできます。でこれ、ね、逆に 日本に帰ってきた時もそうなんですよ。日本に来たら先ほど言ったように、あの、現地シム使ったらね、またシムカード入れ替えて設定してってことになっちゃうんですけど、eSIM だったらワンタッチでできます。日本の成田とか羽田とか着きました。はい、あの、飛行機降りてくださいってなったらすぐ切り替えてね、使えると。ですので、例えばビジネスマンとかね、意外と休暇帰ってきたらすぐ会社に連絡しなきゃいけないとか、すぐメールを取ってね、対応しなきゃいけないっていう人、ね、こういう人はね、もう本当飛行機着いて降りる時にすぐ切り替えて、お、メール来てる。 とかね、会社に「あっ課長今着きました」とかねこういうことができるんでね忙しいビジネスマンにもすごいいいんじゃないかなと思いますそして3つ目はね意外と安いんですよあのそうなのって思われる方いるかと思いますだってバリ島だったらあの1800円とか2500円でできんじゃないのって思うんですけど実はバリ島の現地 SIM って最低でも30日18ギガなんですよね1週間の旅行なのにそんなにいらねえよってことなんですよ あの長期滞在、多分1ヶ月か2ヶ月滞在する人はね、今言ったように現地シムっていうの,の方がね、結構トータル的に安いかもしれないんですけどあ、1週間しか滞在しない人はね、そんな1ヶ月のカード買ってももったいないって言うんですね。で、ただね、このトリファの eSIM っていうのは最低3日、1ギガバイトから使えるんですね。で、あの、1ギガバイトで大丈夫ってことはあるんですけど、例えば、 YouTube を見るとかねなんか家にいろいろ写真を送るとかそういうのはもうホテルなんかのフリー Wi−Fi 使えますよだからスマホの,あのギガを使うのは、ね、ちょっと外出てるときにね簡単に連絡するだけですよって方でしたらねこういう、えー、安い、えー、ギガでも全然問題ないとですのでねちょっと節約したいなって方にはねぴったりかと思います そして、四つ目、ギガが不足しても大丈夫と。あの、ネットってね、結構気がつくと意外とね、ギガ使っちゃってるってことはあるんですね。ほんで、あれ、急に、あれ、なんかネットつながんなくなったなと思って調べたら、もうギガがもうないということがあります。でもね、トリファのシムだったら簡単にギガの追加ができるんですよ。で、えー、しかもね、 あのクレジットカード決済でできちゃいますのでバリ島にいてもすぐあの購入ができますで専用アプリを使いますと、ね、あのギガの残量も一目でわかりますだからこれ、ちょくちょくこう見てあやべえそろそろ足りなくなるなって言ったらギガを追加すればいいんで、ね、本当に、ね、あの効率的な運用ができるんじゃないかなと思いますそして5つ目は、ね、24時間日本語サポートがあることなんですねあのスマホの最初に言ったように、ね、日本で、ね、いろいろ設定しておかなきゃいけない まあ、これもめんどくさい。よくわかんない。あるいはね、実際バリ島に来たら、あれ、つながんねえぞ、なんてね、こともあります。で、そういうときはね、あの、トリファノは24時間無料の日本語サポートってやってるんですね。ですね、そういうとこに連絡してつながんなくなっちゃったんですけど、この設定どうやってやるんですかっていうのは簡単に相談できるということでね、あの、実際使ってみて、こんな5つのね、非常にいい点がわかりました。はい。では、次にですね、いい点ばっかり言って、 てたんんんでですすけどももちろんこの、e、シムって悪い点あるんですよ今回は、この悪い点もちょっとお話したいと思います。まずですね、これ一つ目は、シムロックがかかってるスマホは使えないです。で、シムロックってなんだったら、スマホを買った時に最初に契約した通信会社、例えばドコモとかね、au とか、それ以外のシムが使えなくなってるスマホってあるんですね。はい。で、そういうところはいくら eSIM 入れてもね、その最初に契約したドコモ、 とか、それ以外のものが使えないんで、eSIM が使えなくなっちゃうんですよ。ですので、まずは、あこの SIM ロックがかかっているスマホがあったら、ロックを外さなきゃいけないんです。で、どうやって外すのって言ったら、まあ、販売店に行ってお願いして外してもらう。あるいは、最近はオンラインでね、その通信会社のホームページ行ったら外れますよっていうことがね、ありますんで。なんか、まずは、SIM ロックを外す。 っていうことから始めてください。それとですね、この eSIM って結構新しい技術なんですね。そういうことで古いスマホだと eSIM が使えないってやつあるんですよ。あの例えば iPhone で言いますと iPhone8。それよりも前のスマホってのはこの eSIM が使えないそうなんでね、もしそういう古いスマホを、ね、持ってたら思い切って買い替えちゃいましょう。はい。で、二つ目。まあ最初の設定がちょっとめんどくさいっていうのがあるんですよ。で、あの、 トリファの eSIM ってまず最初にトリファ専用のアプリをダウンロードします。で、そのアプリを使って eSIM の購入とか、えっ、ー、と、その eSIM データのダウンロード。それからスマホの SIM の設定の変更。そしてバリ島についたら、今言ったようにネットワークの切り替え。このようなね、手順で eSIM って使えるようになるんですけどね。まあちょっと今ね、私も一番最初使った時ちょっと戸惑いました。慣れないとちょっと大変かもしれません。でもね、 安心なんですよ。あの、トリファーのアプリってすごいよくできてましてね。この変更の仕方が根節丁寧に、こうしてください、こうしてくださいってね、順番に説明してます。だからそれを見ながらね、設定すれば全然問題なくできちゃいます。で、先ほども説明したように、24時間の日本語サポートありますんでね。はい。あの、どうしてもわかんなかったらサポートの方にどうやるんですかって聞けば大丈夫ということでございます。はい。そして3つ目。 バリ島の接続状況は大丈夫なのこれね、結構皆さんね、気になると思います。せっかく eSIM 入れたのに、使おうと思ったら全然電波立ってねえよ、接続できねえよ、つっ,ったらね、意味にいいじゃんってことなんでね。で、あの、このトリファの eSIM っていうのは3って会社の通信回線を使ってます。で、この3って会社はね、バリ島では都市圏を中心に広範囲でかなりサービスを行ってますんでね、よっぽど田舎の村に行くとか、あるいは山間部、山の中で電波がね、ちょっと届きにくいところ行かない限りは、あの、 大きな街では、ね、かなり速い通信速度が確保できますで実際に私ねこのいただいたトリファの eSIM を使って何箇所かでちょっと測定してきましたでまずスミニャックこれビンタンスーパー前なんですけどこれがね3.77メガビットパー S 出ましたでクタのエリアはテロの慰霊碑ってありますねジャラン・レギアンにこちらの前で84.4メガで今度サヌールはねハイアットホテル前ここで118メガ <laughs> すごいなと。で、サヌールもね、ちょっとバイパスの方行って、マクドナルドありますよね。あそこの,あの前で測ったら62.8メガ。で、ウブドなんですけど、ウブドの郊外、これね、あの南の方のバリズー、あの前で測りましたら18.6メガ。ウブドの街の中あの、ウブド王宮の前ですね、ここで測ったら109メガ出ました。このようにですね、あの場所場所によってやっぱアンテナがね、立ってる立ってないっていうのがありますんで、あのー、 かなり違いもありますし、ちょっと郊外の方でしちゃうとちょっと速度はね、落ちてしまいますけど、観光客がよく行くような街中ではね、もう十分、もう100名が超えちゃってますんでね、十分すぎるほど速度が出ますので、どうぞ安心してください。 はい。ということでね、今回はトリファの e s i を実際に使ってみました。まあ結論から言いますと、短期の海外旅行では、現地の SIM とか海外 SIM を使うよりも、この e シムを使った方が格段に使いやすくてお得です。特に SIM カードの入れ替えが不要で、空港に着いたらすぐ通信が可能ということがね、すごい、あの、便利でいい点だなと思いました。これから海外旅行に行かれる方、ぜひこの e s i を使ってみてください。 でトリファの eSIM を使うにはまずは専用のアプリのダウンロードをしなくてはいけません。ダウンロードの URL は こちらで、の URL ですでこのね、画面下の説明欄の方にもこの URL 貼っておきますので、そちらからアクセスしていただけば結構です。で、最後にね、お得情報なんですけど、今回このトリファ様よりね、この動画を見ていただいた方限定に5%の割引クーポンをいただきました。アプリを使って eSIM を購入する際にですね、あの支払い方法の下に、えー、クーポンの入力項目ありますのでね、こちらに、えー、これから説明し クーーポンコードを入力ししてくださいそうしまますすと販売価格からら5%の割引が受けられますただしね、このクーポンは1人1回限りです。それから2024年の8月末までしか使えませんのでね、あの、ご注意ください。ただね、購入した eSIM っていうのはね、3ヶ月間有効期限がありますのでね、例えば8月までに入れといて夏休み、あるいはシルバーウィークも使えますので、こう時にぜひ活用してみてください。では、その問題のクーポンコードは こちらになります。これもね、あの画面下の説明欄に書いておきますので、ぜひご利用してください。ということで、今年の夏はぜひ、このトリフォの eSIM を使って、えー、バリト旅コめいっぱい楽しんでください。はい。ということで、今回の動画は以上とさせていただきます。この動画が面白かったよ、役に立ったよということでしたら、グッドボタン、高評価、それとチャンネル登録をお願いいたします。 X や Facebook など SNS で最新情報もアップしておりますので、こちらのフォローもお待ちしております。では次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。